岡部義雄は日本の映画技師、トーマス・エジソン唯一の日本人助手。1904年から1914年まで在米、ニュージャージー州のエジソン研究所に在職。1914年に日本記ネットフォンの専任技師として帰国し、エジソンの陶器ーーを使用して、松井苑子のカチューシャの歌の映画版を制作、上映する。1945年、神戸大空襲により、 戦災し、去年61、山口県立大島商船学校卒業後、海軍予備少尉に任官。22歳の時、イギリス商船レイキャッスル号に参拝機関士として、乗船中、ニューヨーク停泊中に、急性毛腸炎となり、下船を余儀なくされ、そのまま、アメリカに残り、特許便利者厚部の下で出願用の製図の仕事を、得る。その後、 ウェスティングハウスエレクトリックを経て、同社技師長ボダマからメンローパークのエジソン研究所、プリス技師長へ紹介され、採用、6年間エジソンの下で働いた。トーキーの音声を拡大する、研究、金粉末密着法の設計製図、電池を用いた自動車モーターの研究に従事したほか、ニューヨークの三井支店などとの交渉を担当。1909年、 渋沢栄一を団長とする第1回都米実行団を出迎え集合写真の1枚を撮影したのも岡部と言われる。1914年に日本キネトフォンの先任技師として帰国しエジソンのキネトフォンを使用して松井諸馬子のカチューシャの歌の映画版を制作同年8月1日浅草日本館において上映する。この映画は 音声と映像が同期は知っていたものの、現在のようにフィルムに音を焼き付けるものではなく、映写に合わせてレコードをかけるバイタホン方式で発声映画と呼ばれたこともあり、日本初の陶器としては考えられていない。1926年前後に大倉喜八郎の支援を受け、エジソンの訪日を計画、交渉したが、エジソン自身が人造ゴムの研究に没頭していたため、 実現しなかった。1931年11月27日に日比谷公会堂にて行われたエジソン追悼会の席上、追悼会長であった金子健太郎に日露戦争の戦費調達のため訪米した際、エジソンより秘密研究室で働く日本人を紹介されたのが岡部義夫君と紹介された。1934年、 京都府八幡市男山のエジソン記念碑の除幕式に、金子と共にエジソンと最も親しかった日本人として参列した。その後、神戸で鉄工所を営み、北欧の船舶の修理などを引き受け罪をなすが、戦時職が強まるにつれて、事業は縮小を余儀なくされる。渡米経験があったため、スパイ嫌疑がかけられ、憲兵隊で取り調べを受けたことが影響したとも言われている。 1945年、神戸大空襲によって、戦災死する。その際、エジソンから譲り受けた個人的な品や発明品の多くが消失した。新日課であったエジソンとの個人的関係が深く、多くのエピソードを残している。エジソンを襲った暴漢を得意の柔道で投げ飛ばしたり、ヘンリー・フォードや、ハーベイ・ファイアストーンらとのキャンプ旅行の世話をしたりで、大いに気に入られたと言われている。 また、エジソンは彼について、自分の子供たちはしょっちゅう自分の周りから金品を勝手に持ち出していくが、この日本の青年はテーブルの上にお金が置いてあっても手をつけることなど全くないとコメントしている。1937年に日本の植物学の父と言われる牧野富太郎が兵庫県と鳥取県の県境の氷の山を学術調査した際に、 岡部が撮影した映像が2012年に発見され、牧野と親交があったことが分かった。NHK で、放映のアニメ、ファイブレイン神のパズルの登場人物の一人で、エジソンの称号を持つキュービック G が操るロボット、岡部くんは、岡部義雄に由来している。田中淳一郎、日本映画発達史愛活動写真時代中央、口論者、1976年。 211ページ、浜田和幸、海人、エジソン日経ビジネス文庫、2000年、233ページ、中国新聞2004年1月1日、エジソンを支えた、日本人、岡部芳雄は、大島商船卒だった。花あればこそあれもあり、世界的植物学者を支えた、神戸人、サー t ー。2012年12月23日放映、2013年、 第20回、坂田記念ジャーナリズム賞受賞作品、浅沼慎太郎ツイッター。ありがとうございます。